裏分け場12レースです。グラフの見方ですけど、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。20丸打ったのは2番です。2走前、3走前、4走前と黄色線を上回る指数を出しています。前頭比較してみますと、この2走前、3走前の指数は直近3ヶ月ではトップクラスです。この馬の連帯確率は高そうです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸になります。今回は800メートルです。金走は900メートルと800メートルを走っています。この短距離で高指数を出しておりますので、距離は問題ないと思います。展開面を見ていきます。一角通過順位ですが、オレンジ色の四角になります。この馬2番手以内からの、競馬が多くなっています。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭、先行タイプが2頭ということで、本来ならミドルペースと予測するところですけれど、800メートルなので先行争いは激しくなると思います。先行力指標で相当してみますと、この馬は先行力2番手になります。しっかり前に行けそうで、展開面はプラス評価していいと思います。馬場状態を見ておきます。馬場状態はグレーの丸になります。この馬ですけど、馬場が渋るほど高い指数を出す傾向があります。過去に遡っても、馬場が渋ると高い指数を出しています。なので、明日両馬場なら割引が必要だと思われます。対抗丸を打ったのは4番です。2走前、3走前は黄色線を20以上上回る超優秀な指数を出しています。能力は先ほどの20丸打ちました2番と同等、それ以上だと思います。距離を見ていきます。この馬は1004以下の出走経験がなく、800円の適性ははっきりしませんが、これまでの傾向を見ると距離短縮で指数を上げる傾向が高いです。なので800もこなす可能性が高いと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位ですが、4番手以内で高指数を出しています。先行力を見てみると、この馬が先行力トップになります。800m の先行争いでも前に行けそうです。展開面でプラス評価していいと思います。その他の馬も見ておきます。黒三角打ったのは5番です。3走前に黄色線上の指数をマークしましたが、能力的には上位2頭には少し劣ると思われます。距離は900で指数を落とす傾向があります。なので800は短い可能性が高いです。白三角打ったのは10番の馬です。前走黄色線を上回る指数を出しました。休養前の4走前は超優秀な指数で走っていますので、能力は上位2頭と拮抗していると思います。距離の方なんですけれど、遡ると中央の 1000m で高指数もあります。800も問題なさそうです。この馬も、この馬連帯資格は十分あると思います。バツを打ったのは7番の馬です。金走は黄色線を上回ったことがありません。昨年の春以前は優秀な指数をマークしています。今回休み明け叩き2走目ということで、この上積みを警戒して、抑える必要はあると思います。もう1頭無印ではありますが、6番の奥歯のキャリーです。
このまま休養前は短距離で高指数を連発していました。この馬ですけど、この好調時より前走は馬体重を20キロ以上減らして出てきました。多分ですが、馬体回復、馬体重プラスで、頭まで考慮した方がいいと思います。最後に、能力偏差値を見ていきます。A ランクが20丸打った2番、B ランクが丸打った4番。これに加えまして C ランクから、白三角の10番。この3頭を中心でいいと思います。